その向こうはどんな眺めだろうか。決して見ることのできない景色、見えるかもしれない景色。ナイスレシーブ！レシーブ！よっしゃー、行くぜ！いい加減バレろ！レフト！まだいけるよな。トス上げてくれ。おう。町内会は安定して人集まらねえし、どうする。ああ、東京、東京、来たね。ディッシュ練習試合っすか。普段から練習試合などを盛んに行っているそうなのですが。おお、そういうグループは昔から積み上げた関係性みたいなもんでできてるから。鵜飼監督のお名前あってこそで。あざーす。当時の鵜飼監督と親しかった指導者が変わってしまった学校も少なくないです。風邪ひいたかな。確かに今日ちょっと寒い。よくさんも。これはなんか暑い。暑いですよ。山本、うるせえ。ただ向こうはインターハイ予選が今週末からなので、すぐってわけではないです。とりあえずみんなの意思は。もちろん行きます。忙しくなるな。だな、清水もな、初遠征だもんな。ごちそうさまでした。誰だろう。清水先輩。1年生でどの部活にも入ってない子ってわかる？おお、それも写真付きで。おお、及川選手の好きな食べ物は。そんな余計な情報はいらねえよ。え、ほら、正常かかってこいや。来いや。おい、破れるだろ。ランニングに行くぞ。いや、牛若が世界ユースに入ってる。え、牛若や及川を倒さないといけないわけだ。よっしゃ、ランニング行くぞ。これは現実だ。まず受け止めて冷静に。武田先生、中腹まで坂道ダッシュ10本、2人ずつな。よーい。途中で道間違えただろ。お前だろボケ。俺に何か用か。ジャパン。俺たちカラスノから来ました。白鳥沢の偵察させてもらえませんか。好きにしろ。見られることで俺たちが弱くなることはない。ついて来られるなら。行くだろう。影山、フライングすんなよ。さすがのハイペースだな。やっべえ、なんかテンション上がる。おお、ヒロー影山、馬いる。おお、バレー部専用バス。ここっぽいな、バレー部の体育館。牛若見えるか。くっせ、押すな。白鳥沢の相手になる高校はもういねえからな。俺はカラスノ高校の影山です。偵察してもいいですか。影山、エースに尽くせないセッターはうちにはいらない。お
及川さんは今関係ねえだろ。及川さんならあなたに尽くすってことですか。チームの最大値が低ければそれまで、高ければ高いだけ引き出す。痩せた土地どういう意味ですか。弱い。正常が痩せた土地なら俺たちはコンクリートか何かですかね。いつも初対面の強そうな相手にはビビるくせに。こいつ、クリート出身、日向翔陽です。高生かな。勝手に入っちゃダメだよ。それを超えるの俺なんで。スタミナ、スピード、瞬発力、バネ。分かってんじゃねえか。だから東京に行く。遠征の場合親御さんの了承も必要だから、期末テストあるのわかるよね。その補習が週末に行われる。おい、どこにも逃げられないぞ。縁の下捕まえろ。それなりの成績出さないとな。赤点はないでしょう。ないね。補習になった場合そっちが優先だよ。教えてください。この俺が勉強できるタイプに見えるか。おい、お前ら菩薩顔やめろ。このバカ4人抜きでカラスノのマックスが発揮できるか。いや、できない。授業中に寝ないこと。そっからなのか。お先です。お疲れ。影山、猫間だぞ。東京の強豪がゴロゴロなんだぞ。月島さん、勉強を教えてくれ。部活前後にちょっとくらいならいいんじゃない。影山頼めよ。勉強を教えてくださいくらうるせえぞお前ら。すみません。ううん、ありがとう。笑った。一年でやれること手伝いますけど。強くなるみんなを見て、来年とか再来年のこと改めて考えてみたんだ。みんな最強のおとりに期待してるから。おい、ことわざを完成させなさい。痛い、目が。お前、鬼にひどいんじゃないか。そうだ、お前はもうちょっと落ち着け。そそっかしいんだ。お前らなんで一言余計なの。じゃあ東京行きは諦めるんだね。影山、出た後ろの時間差。早っ。それで暗記ができないとは言わせないからな。先輩にも負けねえ。だから君はもう少し落ち着きなって。よく読めばわかるはずで。問3、ノリオの矛盾した2つの気持ちを。問題もノリオも無視すんなよ。ノヤさん、かっけえぜ。大丈夫？大丈夫ってなんだよ。サイコ姉さん、実績。脳みその出来は一緒なんだから無駄だろ。おい、現役女子大生なめんな。練習って何の。和太鼓行くんだろ。はい、縁の下先生。東京は明日からインハイ予選なんだよな。頑張れ。まあぼちぼち、翔陽たちはこっち来るんでしょ。うし、行くぜ東京。翔陽、うるさい。3組の西の山ですよ。やればできるんですな。あの、ちょっといいかな。新マネージャーの勧誘。美人。3年生か。でね、まずは仮入部って形でどうかな。はい、新しい人見つかったんすね。いや、いや、千尋かです。1年生ね。1年5組であります。これで来年もマネージャーいるな。はい。まだ仮だから、慣れるまでは取り囲んでの挨拶はやめて。お邪魔しました。ちゃんと引き継いでいかなくちゃって思った。
清水さん、自身の隣に2分近く立ってしまった。ファンの人とかに挨拶されたらどうしよう。殺される。英語の吉田先生いなかったんだ。営業時間に出直してきてください。山口が教えてくれんの。ごめん、俺英語ダメだ。4国民進学クラスだもんな。どうしよう、なんだろう、自己紹介されたっけ。名前なんだっけ。ゾンビバイバイ。俺1組の日向翔也。これ影山。教えてください。来月のテストで赤点取ると東京遠征に行けなくなっちゃうんだよ。別に怖くねえ。優しく教えてもらえる方がいいだろ。それは絶対心配ないよ。すげえ、なるほど。すげえ。あ、ここの空間取っといた方が後から書き込めていいよ。おっか、なるほど、さすが。そんなでも頑張るのはその東京遠征に行くため。そう、東京の強豪とここのセッターがすっげえ賢くて、小坂みたいな頭の主張がなんかでかいし悪そうで、青葉城西ってとこの大王様とか絶対王者って言われる牛若とか、バレー部の人もでっかい人多かったし。ごめんなさい。いいけど慣れてるし、でかくなくてもみんなでっかくて強そうなんだ。でも試合してると。じゃあ日向は小さな巨人だね。活躍してる日本人とかをそう呼んだり。東京に行けない小さな巨人、さっさとこれ打つよ。ありがとう、ありがとう、やつさん。じゃあまた部活でな。やったー。じゃあ今日は見学だね。緊張しなくていいからね。シャチ、君大丈夫？レフト！うちは攻撃力なら剣でもトップクラスだと思うよ。ふわふわしてんやねえぞ、こら！明日ですが、急遽大宜西高校から。負ける感覚だけはいらねえ。とっとと払拭してこい。